風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板書って歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。ザ・シネマハスラー。時刻は10時、2分に向かっているところです。東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスタータムのウィークエンドシャッフル。改めましてこんばんは、パーソナリティの歌丸です。ここから夜11時までの1時間 TBS ラジオキーステーションに MRO 北陸放送をネットしつつお送りします。ここからの時間は毎週サイコロ振ってミニ会話を決め、私宇宙人ポールならぬ地球人坊主型なんですかこれは、無差別外評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当てた映画はこちら、宇宙人ポール。ホットファズ俺たちスーパーポリスメンで人気を博したサイモン・ペックとニック・フロストのコンビが主演と脚本を務めた SF コメディ。陽気な宇宙人とオタクの青年2人が繰り広げる珍道中をスーパーバッド童貞ウォーズアドベンチャーランドへようこそのグレッグ・モットーラー監督がパロディとオマージュをたっぷりに交えて描くということでございます。はい、ということでね、もう私ね、もう先週おすすめですって言ったんで、もう本当ね、いいじゃねえかっていう、もう今日はその感じビンビンでいきたいと思ってるんですけどねメッセージの量を、この宇宙人ポールを見たというリスナーの皆さんからいただいたメール、メッセージの量は、まあ、いつもの週と比べると普通ぐらいの量なんですが、ただし、都内公開館が3館ですか、公開規模からすればかなり多めと言っていいんじゃないでしょうか。そのぐらいやっぱり期待値が高い作品、と言えるんじゃないでしょうか。リスナーの皆さんのメールいただいてありがとうございます。で、メッセージの傾向なんですが、やはり絶賛ということですね。ただこれだけ前評判が高いとちょっとハードル上げすぎちゃったかもみたいな人も結構いるはずなんですけど、ハードルを上げて臨んだ方もそれでも想像以上に面白かったという意見が圧倒的に多い。基本的に絶賛、ばかりという感じみたいですね。事前の噂で過去の SF 映画やスピルバーグ作品のオマージュが多いと言われ警戒している人もいたが、求めても知らなくても十分楽しめたと嬉しい驚きの声も多かった。だから言ってんじゃん行けって、だからね、おすすめね。はい、ではですね、ちょっと代表的なことをご紹介しましょう。ニパヤマさん、宇宙人ポール豊洲で見てきました。引用元のネタがほぼわからない僕でも最高に楽しめました。エンターテインメント各あるべしっていう魅力がふんだんに盛り込まれていたように思います。割と物語のあらや矛盾点を探知してしまうたちなのですが、これは脚本のうまさはもちろん、テンポ感や勢い、キャラの魅力も相まって違和感を感じる部分は一切ありませんでした。とにかく万人にお勧めして差し支えない作品だと思います。リア充どももニューイヤーズイブとか言ってる暇があったらこっち行けよって感じ。ニューイヤーズイブだってそれはいいんじゃないですか。それはね、そうなんですよね。よくできてるとあらとか目立たなくなってくるんですよね。これはね、僕ポールも後から何度か見てるうちに、あ、これおかしくねってとこがね、ちょっとプロット的に出てきたりしたんだけど、そんなの見てるときいなかったりしますからね。おすすめです。はいはい、スターリングエレファントさん、読み上げの久しぶりですけどね、いつも本当にありがとうございます。がっつり、太い評論していただいております。そのスターリングエレファントさんね、うるさ型ですよ。2012年年明け早々大傑作が当たり、幸先いいですね、宇宙人ポール。私的にはこんなご機嫌な作品に対して、グレイを解剖するみたいに細かく批評するなんて無粋の極み。ネタ元を確認し、ディテールを楽しみ、笑いのツボを的確につかれ、スピルバーグ映画の見事な再現具合とスピリッツの継承に胸を熱くすればそれでもう十分なので、この喜びを羅列するのみとさせていただきますね。まあ、羅列はしてるんですよね。またたっぷり書いていただいております。2011年度の私のベストワンであり、今年のシネマハスラー1位は揺るぎませんというね。まあ、去年にご覧になったということですかね。スターリングエレファントさん、ありがとうございます。ちょっと乗れなかったという方もね、ご紹介しましょう。これメールでいただいております。高評価の声をよく聞くので少し書きにくいのですが、あまり面白いとは思いませんでした。いいんですよ、いろんな人いますから。それは、確かに SF 名作映画のエピソードが入るシーンで笑えなかったのは自分の無知が原因です。だとしても繰り広げられるブラックジョークやライトな下ネタ、恋愛話などことごとく肩透かしを食らいました。もっともこの度重なる肩透かしには制作者側の落ち度は全くないのです。ただ合わない、それだけなのです。映画を多く見てきた人、特にアメリカの SF 映画が好きな人には楽しめる作品だと思います。いやいや、そんなね、そんな自分のせいにしなくてもね、そういうこともありますから。このまた ELO の曲がこれね、歌詞も相まってエンディングバッチリなんですよね。
もうこういうことでいいんでしょうか、私のテンションが。もうね、あのポール僕見たのが結構前なんで、最初見たのがもうノリとしてはもうポールいいん決まってんじゃん、そんな見てねえのまだみたいな、そういうノリで。まあでももちろん今回映画館にもちゃんと日本の映画館にも行ってまいりました。あのなんか渋谷はすごい混んでそうだったんで、ユナイテッドシネマ豊洲行ってきたんですけど、それでもね結構いましたね、豊洲でもね。はい、まあ公開感が限られてるんでしょうけど、っていうのもあるんでしょうけど、やっぱりあの期待値の高さというか評判の高さを感じました。あとまあもう輸入のブルーレイが出てますんで、これでアンセンサードバージョンとか、まあ上手にあのもうカットされてるバージョンが入ってるようなバージョンを見たりとかですね、うん、まあそんなことももう、もうだから結構何度となくぐらいもう見てますね。はい、でですね、まあポール何そのこれ聞いてる人っていうのは、まあそのまだね行ってない人っていうのが多いわけじゃないですか。何何何っていうことですよね。何何何っていうことですよね。世の中にはね、この人とこの人が出てて、この人が作ってんならそれ行くだろうっていう映画があるんですよ。でこれがそれだっていうことなんですよね。だから行けっていう、おすすめですっていうことなんですよ。でなのでこっから先はその今言ったこの人とこの人がってどの人っていうような人に、知らないよ、じゃあもうじゃあ教えましょうみたいな、うん、そういうコーナーですこれは。だからそんなことは分かってるよっていうね、うん、映画通のあなたは行けばがバカ行けばがっていうね、バカって、うん、バカですよ、そんなバカでしょ、そんな行かないのはさ、面白いんだから。しかもそれでちゃんと面白いってみんな言ってんだから、うんうん、まあ合う合わないあるにしても行けばいいじゃない、うん、はい、でね、まあそのこの人とこの人が出てて、この人が作ってんなら、この人とこの人、まずはもちろん、まあ、サイモン・ペックとニック・フロストの、まあ、あのイギリス人の俳優さんのね2人のコンビですね、はい、の最新主演作だってことですよ。これどういうことかというと、まあ要はショーン・オブ・ザ・デッドとホット・ファズのあの2人っていうことですね。あのもちろんそれぞれの映画で出てくる役柄は違うんだけど、それぞれ役柄は違うんだけど同じと言っていいっていう要はオタク・ボンクラコンビとかで、まあそのサイモン・ベッグさん、このヒゲ生やしてる方、あのミッション・インポッシブルとかも出てる方が、まあややまとも、ややまだ社会に若干適合している、まあたまに彼女がいたりとか、彼女ができたりするのは大体こっちで、より重度の、オタクな方がやっぱりニック・フロスト、このデブの方で、まあウザデブキャラみたいな感じですかね、ウザ可愛い感じってなんですかね。なんだけど、まあ基本この2人がキャッキャキャッキャと仲良さそうにしているだけで楽しいというコンビでございます。はい、ちなみにサイモン・ペッグさんの方、今回のポールでやってるその、まあ、イラストレーターですよね。こっちのキング・ロストの方が小説を書いて、こっちが挿絵をつけるという役ですけど、まあ、その、SF イラストレーターって意味では、元のエドガー・レイドと組んでたあのドラマのスペースと俺たちルームシェアリング、あれもなんかイラストレーターの役だったんで、なんかその流れも感じたりしましたけど、はい、でそのショーン・オブ・ザ・デッド・ホット・ファーズ監督エドガー・ライトさんで、サイモン・ペッグさんも脚本を書いてるわけですけど、そのどちらもね、例えばそのショーン・オブ・ザ・デッドだったら、過去のゾンビ映画、ホット・ファーズだったら過去の、刑事アクション映画のまあパロディ、まあメタ的なね、非常に視点があって、要するに、ホットファズだったら、そういう刑事映画が好きな刑事っていう、ちょっとメタ的な視点があったりする。まあパロディだったり、オマージュだったり、引用がいっぱい入ってる映画でありながら、最終的には、それぞれのジャンルの、例えばゾンビ映画、刑事映画の、実は最もちゃんとした継承作品にもなってるってあたりが、実はこの、やっぱ過去のその2作品、もう全然その手の、その辺のちょっとオマージュしましたよ映画とは格が違う、作品になっているってことだと思う。要は、ヒップホップでいうそのサンプリングした作品が新たな次世代のクラシックになるみたいな、そういう話だと思う。という意味では、言ってみればそのヒップホップ以降の時代の映画、タランティーノ以降の時代の映画の最も理想的なエンターテインメントっていう風にちゃんとなってるっていうことだと思うんですね、この2人が出てる映画っていうのは。でちなみにそのね、素晴らしいショーン・オブ・ザ・デッドね、この人によってはね、あのロメロ以降最高の最良のゾンビ映画ってぐらい言ってる人いますよ、ショーン・オブ・ザ・デッド。一見パロディ映画風に見えますけど、は日本では劇場公開されてないですね、 DVD スルーなわけです。で次のそのホットファズもね、危うく DVD スルーになるところ、劇場未公開になるところだったのを、まあ署名運動が起こって公開にギリこぎつけたというのは皆さんご存知の方もいるんじゃないでしょうか。だから知らない人は今日これだけ覚えて帰ってねってことです。サイモン・ペックとニック・フロストがコンビで出てる映画は間違いないので、すぐ見に行きましょうねっていうことですね、うん、はい、おすすめです。はい、うん、あのタンタンの冒険はって、あれはあの2人コンビで、確かにコンビなんですけど、この2人ということがよくわからないので、はい、だけどスピルバーグがそれでも無理してこのコンビを起用してあそこにあてがうほど、やっぱり
言ってみればこのコンビ感っていうのが世界的ブランドにもうスピルバーグ級でなってるっていうことですよね。はい。でそのコンビがですよ、やつらが今度はまあイギリスが今まで舞台になってましたけど、アメリカに行って宇宙人に遭遇だってということは、そのゾンビモノ、デカモノと来て、今度は ET モノか、未知との遭遇かって、ビン、これが面白くないわけないってやっぱ思うわけですけどね。ただ、今回のそのポールに関して言うと、今まで、今挙げたそのショーン・オブ・ザ・デッド、ホット・ファズと決定的に違うのは、監督がエドガー・ライトが、スコット・ピルグルム対世界撮ってて、参加できなかった。で普通に考えると、大丈夫って、その、だってもう黄金、ね、トライアン、黄金トライアングルじゃんっていうふうに思うんだけど、大丈夫って思うんだけど、そこで呼ばれてきたのが、まあ今回舞台がアメリカってこともあってか、アメリカ人の監督、グレッグ・モットーラ。え？いや、もちろんね、エドガー・ライト。もう世界最高峰の若手監督だと思いますよ。エドガー・ライト最高ですよ。もうエドガー・ライト最高ですよ。でもごめん、俺ね、これグレッグ・モットーラだが、今度のその、この2人のコンビの、しかも宇宙人ものを撮るって聞いたときに、グレッグ・モットーラ？竹中直人さん風に言うなら、そっちのラスでーっていう反応でしたよ、俺的には。何しろ、グレッグ・モットーラ、ご存知ない奥さん。じゃあちょっと覚えて帰ってね。スーパーバッド童貞ウォーズというね、の監督なんですね。これは日本ではこれも DVD スルーなんですよ。劇場公開されてないんですけど、アメリカでは普通にメガヒットした作品ですね。で、もうクラシック化してます、はっきり言って。はい。っていうぐらいもう大傑作です。必ず。はい。はい。ね、忙しいですね。ポール見に行ったりね、スーパーバッド見たりね、やることあるね。もういいよ。うん。もうどんどん行って、今。伝え行ってったよ。でね。まあ、とにかくよくできてる作品なんですね。タイトルで、この、まあ、青春ドタバタコメディなんだけど、むちゃくちゃよくできてる。まあ、その脚本が超よくできてる。この超よくできてる脚本を書いたのは、まあ、作品に出演もしている、セス・ローゲン。ね。グリーン・ホーネットとかで主演してますけど、まあ、早い話が、ジャドワ・バトー一派と呼ばれるようなね、コメディ、俳優ですね。はい。まあ、ジャドワ・バトー一派って意味で言えば、ジョナ・ヒルっていうね、最近だったマネーボールで、マネーボールではちょっと感じ違いましたけど、太っちょのね、メガネかけた。ジョナ・ヒルが、まあ彼の女性にその、お箱役というか、要はその、ずーずーし可愛いデブキャラっていうかね、とにかくずーずーしいデブキャラっていうのも確立した作品もある。あとはまあ主演をしているのが、さっき言ったスコット・ピルグリムの主演でもあるマイケル・セラ。だからある意味、エドガー・ライトと、グレッグ・モットーラが今回ちょっとスワップしてるっていう感じがちょっとあるぐらいですよね。マイケル・セラが主演。で、このジョナ・ヒルとマイケル・セラが、まあ、高校卒業の夜、卒業パーティーにアルコールを手に入れて、アルコールを手に入れられれば、童貞を捨てられると。で、童貞を捨てるべく、まあ、吸ったもんだをするという、話ですね。で、まあ、この二人がとにかくその、まあ、もう仲良すぎのボンクラコンビ。最終的にはもう、ギリギリホモぐらいの、ギリギリホモぐらいのとこまで行くボンクラコンビなわけですけど、だから、まあ、このサイモン・ペッグ、ミック・フロストのこの、もともとはエドガー・ライト監督のコンビっていうのをまあ、扱うにはグレッグ・モットローラ、これでいけるでしょっていうのを踏めるのは、まあ、当然という、この作品があればこそってことですね。あとはまあ、そのスーパーバッド、今回ポールにも出てきます、ビル・ヘイダーとか、ジョー・ロートルグリオさんね、まあ、要するに捜査官で追ってくる二人ですね、もう全く、またね、とんでもない役で出てきてますし、あと、なんといってもですね、マクラビンことクリストファー・ミンツ・プラステさんね、うん、これキックアスのレッドミストといえば分かりましたねまあ、あんな感じです。もう顎が極度にない顔ですね極度に顎がないヘタレ顔の底意地が悪いやつです。でこれがこのマクラビンというねキャラクター、もうとにかくスーパーバッドを見た人はマクラビンっていうだけで笑っちゃうわけですからマクラビンっていうだけで笑っちゃう、そういう、まあ、素晴らしいキャラクターの数々が立っているという、まあ、素晴らしい作品でね。この作品素晴らしいのは、スーパーバッドですよ。高校卒業の夜にその童貞を捨てたい男子たちのドタバタコメディなんだけど、その後に最終的にはそれぞれ彼女ができて、でつまり大人になって、で別々の、文字通り別々の道を行くっていう、で要はその直前の最後の夜なわけですね。男同士キャッキャッキャッキャしてた方が楽しかった日々、つまり子供でいていい最後の季節だったっていう、それが最後に浮かび上がるから、ふっと最後にこう、それまでゲラゲラゲラが笑ってんだけど、最後にあーってこう泣けてくるというね、最終的にこうしっとりさせるというね作品で、それが本当に終作にしているということだと思いますね。で、ちなみにこのグレッグ・モットーラ、自作はその先でさらにもう子供みたいにキャッキャキャッキャしてる時期は過ぎてる。友達でキャッキャキャッキャしてるやつもいるんだけど、そいつははっきりうざいやつになってて、でもまだ大人にもなりきれてない間の季節を切り取ったのがアドベンチャーランドへようこそというグレッグ・モットーラの自作なんですね。で、こちらもまあもちろん、主役はジェシー・アイゼンバーグ、後のね、ソーシャルネットワーク主演の。で、こちらも主役は、主人公は童貞なんですよ。主人公が童貞で、ビル・ヘイダーも出ている。だけど、こっちはドタバタコメディってよりは、どっちかというと、非常に端正な
青春映画っていう面が前に出てる、作品です。でね、グレッグ・モットラーという人、このアドベンチャーランドへようこそと、もう一個、自分で脚本を手掛けて監督をしている作品があって、それが長編第一作のデイトリッパーっていう、96年、自分で今 VHS 持ってますけど、96年の、長編作品があって、で、そのデイトリッパーっていうのも、一見オフビートコメディ調で始まるんだけど、最終的には例えば、意外とヘビーな登場人物の秘密が明かされていったりなんかして、何とも言えない人間関係の機微をそれをこうさりげなく切り取っていくみたいなところに行っていくんで、まあどっちかっていうとそのグレッグ・モットーラ本来の資質は割とアドベンチャーランドへようこそとかの方の感じなのかもなっていうふうに、思ったりもしましたというね。ちなみにこう96年のデイトリッパーから、スーパーバート2007年までね、何やってたかというと、テレビドラマずっと作ってたんですね。はい。現代がアレステッドデベロップメントで、なんだっけ、ブルース一家は大暴走っていう、そのテレビシリーズもすごい評価が高くて、今回、ジェイソン・ベイトマンっていう、ゾイル捜査官っていうのを演じて、あれがこれでゴールデングローブ賞を取ったりしてるっていうね、まあ、そういう優れたテレビドラマもずっとグレッグ・モトラーさん撮ってましたよと、でまあ、とにかくグレッグ・モトラーさんは才能がむちゃくちゃある人なんですよ、役者の演技の引き出し方、あとその絵の上品さとか音楽のセンスなどなど撮ってみても全ての面において、まあ、特に僕そのやっぱスーパーバッドアドベンチャーランドと続けてみて、グレッグ・モトラーこいつはもうこの才能はすごいと、もうひょっとしたらアメリカの今最も才能がある監督の一人のうちに入るだろうぐらいに僕思ってて、なんだけどちなみにこの2本とも日本では DVD スルーなわけですよ。でその96年のデイトリッパーも VHS しか出てないんですよ。つまり今回の宇宙人ポールがグレッグ・モットーラの日本では初めての劇場公開作品なんだってっていう、これは由々しき問題だぞと、グレッグ・モットーラもう今すっかり大ファンになっちゃってるから、これはちょっといけないですよ、映画のに関してその日本ちょっと遅れてんじゃないのというふうに思いますので、なので知らない人ね、知らなかった人はもう一個覚えて帰ってくださいね。グレッグ・モットーラ監督の映画は間違いないので、すぐ見に行きましょう。はい、おすすめです。ね。はい、ということでね。はい。サイモン・ペッグとキング・フロストもそのイギリス組コンビが、まあ、実際にアメリカをキャンピングカーで旅行して、まあ、リサーチして書いた今回のその脚本を、グレッグ・モットーラが、まあ、ある意味、まあ、雇われというか職人監督的に仕上げた。なんだけど、まあ、常連、グレッグ・モットーラ作品の常連俳優などを、まあ、起用しつつ、まあ、仕上げた作品が今回のだと、いうことですね。まあ、常連組っていうのはさっき言ったように、ビル・ヘイダー、ジョーロン・トルグリオさんとかね。あと、アドベンチャーランドにも出てた、クリステン・ウィグさん。今回の、要するにヒロインですね。最初固めのヒロイン、最初とか言っちゃいけませんね。固めのヒロインとか。まあ、さっき言った、ドラマ、ブルース・イッカー大暴走、主演でゴールデングローブ賞を取ったジェイソン・ベイトマンさんであるとか。とか、あと、セス・ローゲン、当然ね。ポールの声と、モーションキャプチャー、パフォーマンスキャプチャーを演じてるのはセス・ローゲンなので、うん、そういう、まあ、グレッグ・モットーラ側の人脈的なところと、まあ、その、まあ、ミックスで、こう、出来上がってる。で、結果、ものすごくベストなバランスでできたっていうふうに僕は思いますね。はい。これ、エドガー・ライトでももちろん、ものすごく面白く出来上がった映画だと思うんですけど、もっと多分、エドガー・ライトなら、まあ、ハイパーかつね。もっとブラックなテイストが前に出て、もっとドライな感じになってたんじゃないかと思うんだけど、それとはまた違った、まあ例えばロードムービー的な面でのあったかい情感の部分であるとか、それこそさっき言ったクリステン・ウィグ演じるヒロインのあの微妙な機微の感じみたいのはね、これやっぱグレッグ・モットーラがやっててよかったんじゃないか、すごいいいバランスなんじゃないかなというふうに思いました。ね、まあブラックなっていうんで、あえて言えばエンドクレジット中に、登場人物のある行く末が、おまけ的について、それには僕、本気でびっくりしたんですけど、ぎょっとして、これ笑っていいのかなみたいなのが入ったりしますけど、これはまあ、サイモン・ペッグ、ね、フロスト組のテイストなんかもしれませんけどね。ちなみに、グレッグ・モットーラさん、メイキングのビデオによるとですね、人格的にも非常に安定した超いい人と俳優、出演者たちが全員声を揃えていますというね、ことですね。で、まあ、でも今回の宇宙人ポール、もちろんね、そのショーン・オブ・ザ・デッド・ホット・ファズという流れで来て、同じように、もちろんパロディ、オマージュ、引用は大量にぶち込まれているんですよ。でやっぱそこで身構えちゃう人もいるのはわかるんですが、身構える必要はないという後で言いますから、でもその話させてっていうね。言うまでもなく、もちろんミッツも遭遇 ET ですね。要するにスピルバーグ的、宇宙人映画、まあ宇宙戦争はちょっと置いといてというね、ミッツも遭遇 ET ですよね、はもう全編にわたって、例えばそのものすごくスモークが焚かれた中にこうライトがファーッとこう来る光の演出であるとかですね、あるいはもうもろにミッツも遭遇なところはね、あ UFO が来たなと思ったら違った
ていう、そこのあーっていう感じの演出、これまさにミストの遭遇前半にあった演出だったりしますよね。はい、特にミストの遭遇に関して言えば、今回ありとあらゆる前情報は特に入れなくていいというふうに言ってますけど、唯一ミストの遭遇だけはストーリー上の重大なポイントにちょっと関わってるので、ミストの遭遇だけはちょっと見とくといいかなとかはあるかな。そうすると主人公たちがなぜクライマックスのある場所を見てあーって納得するのかがよくわかるというね、ことだ。ただまあ、そんなに致命的なことにはならないです。知らないで見に行ってもね。はい。でね、まあ、ミストの遭遇 ET だけではなくて、スピルバーグ映画全般の引用オマージュに溢れてると。まあ、例えば、レイダース失われたアークのラストショットというか、同じくね、インディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの伝説にも出てきたあの場所っていうのをやっぱ覚えとくと、あー、ここであいつが電話してるよみたいなのがまあ笑えたりとか、まあインディーネタで言うと、ショートラウンドっていうね、魔球の伝説のあの中国人のグレムリンじゃねえや、グーニーズにも出てきた、あの子の、まあ役名がちょろっと出てきたりとか、あとは、田舎道でのカーチェイス、みたいなのはもう撮り方も含めて、特にまあ激突、特に続激突カージャック的と言っていいんじゃないでしょうか。あのね、例えば、非常にまあ低い位置にカメラを置いて、非常にスピード感をこうね、だだっ広いところでなかなかスピード感見せづらいのを、低い位置に置いてこうスピード感出して、で、さらにそこに車がこう、カメラの前にぐわっとクロスして、わっとこう入ってくるみたいな、こういう撮り方であるとか、あるいは、車が向こうからブーッと車がこうブーッと来ると、でカメラがそれにと一緒に従ってガーッと移動しながらグーッとその車の窓にグーッと寄っていくと、その車を運転している人の横顔にグーッと寄ってって、でその人がその喋るところをグーッと横をずっとそのまま、捉えながら話すという、そういうようなショット、これすごく続激突カージャックに出てくる撮り方なんですけど、っていう話をメイキングでビル・ヘイダーがものすごく嬉しそうにしてるっていう、あそこのさ、あの撮り方とか完全に続激激突カージャックだよねーって、もう出演者が喜んじゃって、で出演者がものすごく喜んじゃっているといえば、オライリー役、さっき言った、なんだっけ名前がわかんない、上郎トルグリオさんがね、バーンと窓を割って、窓からガッとこう銃を構えて主人公たちを狙うところ、あそこでこういわゆるズームドリーっていうね、わかりますかね、ズームをしながらこうグーッとカメラが後ろに引くことによって、後ろのその奥行きがグーッと変わって見える、でその、オライリー役のその人が、うお、あそこ俺のあの場面見た、あれズームドリーズームドリーだよで要は早話がジョーズで使われた手法なわけです。元々例えばめまい、七国のめまいなんだけど、ジョーズですごく印象的に使われた手法で、俺ジョーズがこの世で一番好きな映画なんだよってグレッグ・モットーラに訴えてるというね。でグレッグ・モットーラがものすごい静かに、うん、この映画でねズームドリーを使ってるのは君のとこだけだよってね。でだからそことか、その直後に今度はビル・ヘイダー側のセリフもやっぱりジョーズから来てたりとかね。あとはね、すいませんね、うざい話ね、こんなの知らなくても楽しめる映画だからね、スターウォーズのカンティーナ酒場のてっ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 てらってらってあの曲が流れるあの酒場、で乱闘騒ぎが始まるけど、あそこでわざわざ水兵がいるなんてのは、これはきっと1941のオマージュだろうなとかね。あとは街の映画館でやってる2本立てが激突とイージーライダーの2本立てっていうね、これはまあ割と露骨なネタバラシですね、うん、はい。その直前の主人公たちが夜空の下マリファナを回すというシーンはもろにこうイージーライダーオマージュなわけです。非常にこう分かりやすいネタバラシをしてたりする。まあこんなこと言ってるとキリがないんですよね。ロレンツォスオイルってねとかね、これもストーリーと直接関係がないおふざけロレンツォのオイルだってみたいなね、お前の名前何なんだよみたいな、ただのおふざけも含め、あとは例えばニック・フロスト演じるクライブがやたらとそのコミコンっていうね、向こうのそのオタクコンベンションで刀を買いたがるねっていう、ちょあそこで買いたがるっていう刀、ブラック・ヴァンパイアって言っても要するにブレイドですよね、それね、ブレイドですよ。そのブレイドの刀を抜くときは今度はブラインド・フューリーだなんてね、これね、ルドガー・ハウアーの版のザトウイチですよとかね、すいませんね、うざくてこんなこと知らなくても全然いいからね。あとポールが最後宇宙船に乗り込むときある人物に言ってあげるセリフっていうのはバックトゥーザフューチャーのパロディですよね。これから行く場所には歯などいらないね、道などいらないが一応元のねセリフですけどね。とかあと蘇生処置をね、そのポールの特殊能力を使うなんかこう生き物の細胞を蘇らせるときに使うあの仕草、パンシャ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 、これはもうもちろんベストキッドの宮城さんの仕草でございますとかね。あとはね、個人的に俺思ったのは、言葉英語が通じる外国
を旅する不安げな男2人っていうあの感じは、狼男アメリカンの逆バージョンっていう感じもちょっとあるんじゃないかなと思ったりとか、はい、あとポールが伝えるその宇宙人の記憶っていうのがありますね。宇宙人の記憶をわーっと一気に伝えると、でその自分たちがこうやって進化してきたんだってわーっとこう伝える、その中で皆さん一瞬見える、かなりサブリミナル的です、一瞬なんか荒野みたいなところでそのポール宇宙人同士がこうセックスしてるところが交尾してるところが見えるでしょ、カッカッカクって星動かして、あれ多分ね人類創生のパロディですよ。ジャン・ジャック・アノーの人類創生って映画はどういう映画かというと、そのまだエンジンだったというかね、そのエンジンだった人類が正常位で初めて愛を知って正常位でセックスをするっていうのがオチなんですよ、人類創生って映画は。多分それをパロってるんじゃないかなと。あそこで初めてその愛を知ったっていうことだと思うの。まあそんなこんなをね、ごめんなさい、もうついついこんなはしゃいでね指摘しまくって、もう知ってる人と、ああそこそうだよね、そこもあったね、ああって喜びたくもない、もうこんなのもう枚挙にいともがないんです、こんなのもうキリがないんだけど、この映画の本当に偉いところは、そのショーン・オブ・ザ・デッドやホット・ファズがそうであった以上に、もう本当に俺あのそれ以上にだと思うんですけど、そういったパロディ、オマージュ、引用、サンプリングがちゃんとエンターテインメントとしてのしっかりした骨格の一部を成してるんですよね。つまり必要だからやってるものにちゃんとなってるわけですよ。つまり単体の作品としてちゃんと誰が見てもストレートに面白い、ロードムービーとしてもバディームービーとしても面白いものになっているということだと思うんですね。ちょっとタイプは違うけど、パロディ的に始まって最終的にストレートにそのジャンルでこうグッと上がるものになっていくと、ギャラクシークエストって傑作ありましたけどね、ギャラクシークエストなんかも思い出すぐらいの素晴らしいバランスだというふうに思いました。なので僕が過去、10分ぐらい言ってきたことは全く知らなくて大丈夫です、興味を持って後から知れば十分なことです、こんなことは。はい、とかね、あとそうですね、その比較論で言うんだったらエリア51に囚われていた、宇宙人が逃げ出して、であとそのプラスそれをスピルバーグオマージュで描くって言えば、はっきり言ってね、シネマハズラーで去年扱いましたけど、スーパー8非常に近い企画ですよね。で、まあ、スーパー8お好きな方も多いみたいなんで、まあ、それはそれでいいと思うけど、あちらがそのスピルバーグ的演出っていうのありきでそのエピソードとかシーンを繋いでいってるような感じだったと、だからエモーションが繋がっていかないじゃんっていう風に言ってたんだけど、のに対してこっちはちゃんと物語上の、必然的な要請に沿ってそういう演出を用いているので、こっちの方がねぶっちゃけ映画としてのルックはパロディっぽくふざけてるっぽく見えるかもしれないけど、結果オリジナルにあったエモーション、もっと言えばオリジナルに込められていたメッセージみたいなものをちゃんと発展継承させてるのは断然こっちだと思うんですよね。はい、まあ映画をねその比較してどうこういうのあんま良くないんだけど、はい、まああまりにも似た企画だっていうのがあったんでついついやってしまう。でね、これどういうことか、その元々にあったエモーション、もともとその道との遭遇とか ET とかあったそのメッセージっていう、つまりその誰もが誰かにとってのエイリアンなんですよって、異邦人であり、言っちゃえば他者なんですよね。他者ってのはもう誰もが誰か、誰かがどっかに行くとみんなエイリアンだと。だからこそコミュニケーションってすごく難しい時もあるし、誤解が生じたりとか時に敵対することも起こるけど、だからコミュニケーションを諦めちゃダメなんだ、コミュニケーションには価値があるんだと。だって異星人とだって分かり合えたんだから、地球人同士が、まあ、仲良くできないわけがないだろうっていう希望をちゃんと感じさせるっていうね。俺は未知との遭遇を最初に見てこう上がってく UFO を見ながら、こうなんでこんな、もちろんね、ロイという主人公がね、よかったね、地球ではダメだった、お前が宇宙人には見染められてよかったね、それもあるけど、同時にあ、宇宙人とコミュニケーション取れたのになんで人間はこんなことやってんだっていう、そのそこに感動したんだ、だからその精神をものすごくポールは受け継いでるんですよ、ちゃんとね、ということだと思いますよ。地球人だってやってられないことはないという、だって俺たちみんな宇宙人っていうことですよね、ことです。でもすごいすごく今回のそのポールはやっぱ粋だなと思うのは、うわーっとこう感動的に盛り上げといて、でも同時にちょっとそこに照れもちゃんと入れる、そこでちゃんとこう泣きながら笑いながら、うわーって笑いながらまた泣くみたいな、素晴らしいバランスも生きながらもうこんなねなっちゃってますけど、ということで We are not alone、 これは未知との遭遇の公開時のコピーです。宇宙にいるのは我々だけではない、 We are not alone、 我々は孤独ではない、精神を正しく受け継いでるってことなんですよね、ポールはね。そこに僕はすごい感動する。あとは例えばね、こう日本人の観客である我々にとってはですよ、アメリカ文化に憧れ続けてきた奴らっていうのがまあ主人公なわけです。で、そいつらが実際にアメリカに行って、わあ、アメリカいいなーって、最初は喜んでるんだけど、そのうち、
俺たちの自慢されたくなかったアメリカと次々出会うわけです。例えばやっぱり非常に好戦的排他的な田舎の男たちね、ヒルビリーズというかね、その男たちにものすごく威圧されたりとか、やはりやっぱ非常に排他的なキリスト教原理主義の人たちと出会ったりとかで、そういうのに遭遇して、そのむしろそのエイリアンとして排斥される側に来る、これは非常に日本の我々と近い感覚を追体験できる作品だと思うんですよね。むしろアメリカの観客よりも。だからこそまあ、ちょっとガタツでズーズーしいけど、例えばね、まあ、すぐ下ネタ言うし、ね、なんかゲップはする、おならはする、デリカシーのないことは言う、ぐいぐい人の間に入り込んでくる、ちょっとガタツでズーズーしいけど、でも同時にそれが良さでも、つまりフランクで、すごく自由で、で、リベラルな、誰に対してもある種こう、リベラルに接する、いいやつ。つまり、俺たちが自慢されたいアメリカっていうのを体現するのがポールだ。つまり、ポールの存在自体が、俺らにとっては非常に感動的ですらあると。俺たちが見たかった、夢見てたアメリカでもある。同時にそれがね、まさに俺たちが自慢されたいアメリカ映画を思い出させもして。そして、それが結果としてこのポールという映画自体が俺たちの自慢されたいアメリカ映画の系譜に連なっていくというね。それもすごくこう感動的というか、特にサイモン・ペッグ、このニック・フロストのこの、イギリスから来たボンクラコンビと我々は立場が近いから、よりその感じがすごくわかるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい。ということでね、とにかくね、でもね、冷静に考えて、そのサイモン・ペッグ、ニック・フロストっていう、もう鉄の結束を誇るコンビですよ。これ、例えば、ね、ここになんかこう変な人入ってくると、お前邪魔だなっていう感じで、このその邪魔なやつがいなくね、追っ払ってよかったよかったみたいな話になりかねないんだけど、このコンビの間に入って全く違和感がないっていう、このポールっていうキャラクターを造形しきった時点で半端じゃないと思うんですね。まずもうその実在感というかね、もう本当に非常に実は複雑な撮り方をね、してるんですけど、すごく苦労してるんだけど、まあそれで、違和感がないっていうか、特に特別なものがいる感じがしないような感じに撮ってるってだけでも本当にすごいし、こういうのを見ると、ちなみに、セス・ローゲン演じるにあたって、やっぱりちゃんと出ました。パフォーマンスキャプチャーの、第一人者というか、アンディ・サーキスさんに、ちゃんとアドバイスを、やっぱり、もらったらしいですよね。まあ、アンディ・サーキスね、その演じた、例えば猿の惑星ジェネシス、去年ありましたけど、といい、このポールといい、テクノロジーの進歩っていうのは、ちゃんと、その、ストーリーテリングというか、新時代の新しい、その、エンターテインメントで、それがちゃんとその、クラシックになるような語り口に、ちゃんと寄与してるっていうのが、すごく僕はいいな、というふうにね、いいじゃん、テクノロジーって、やっぱ思えてきたっていうね、感じだと思います。で、でもってそれにグレッグ・モッドローラのですね、全てのキャラクターをおろそかにしない丁寧なストーリー運びっていうのがこう相まってすごく良くなってる。例えばやっぱ僕やっぱ一番印象的なやっぱ今回のヒロインですかね、本当にクリスティン、ウィッグさんですか、本当に微妙な難しい、その一番大きく変化する役柄ですし、すごく難しいところをちゃんとやってるし、とかですかね、あとはその、最終的な着地もですね、ね、大人にならなきゃいけないのかと、オタクは子供を辞めなきゃいけないのかと、いやいやオタクはオタクのままで大人になることができるよっていう希望を見せる素晴らしいエンディング、さっき言った僕のね、ある意味その僕たちは孤独じゃないはずだよ、コミュニケーションを諦めちゃダメだよ、みんな他者だからこそみんなコミュニケーションするんだというメッセージをある意味託してる、ELO の曲の感じとかも含めて、もう最後はもう泣き笑いですよね。で泣き笑いしてるとものすごいブラックなジョークが入ったりして、うん、うってなったりするのもいいバランスなんじゃないでしょうか、こう素敵なバランスなんじゃないでしょうかということですね。はい、ということでとにかくね、俺がね死の後の細かいディテールを言うよりもね、見に行ってもらった方がいいんですよ。こんだけ進めてんだから行ってください。文句なしに新たな、まあ、異星人コンタクトもののクラシック、新たなロードムービーもののクラシック、新たなバディームービーのクラシックですよ、これは。はい、誰が見ても面白いと思います。面白かったところ良かったところ、いつもねいろんなここが良かったあそこが良かったって言いますけどね、全部と言いたいくらい、はい、実はよく見るとプロット的にここおかしいぞっていうところも実はあったりするんだけど、面白い映画、いいテンポの映画、いい演出の映画はそれをちゃんと気にさせないんだということをね、再確認させるような、新年一発目ね、いいじゃないですか、一発目この映画見るってのは本当に景気がいいんじゃないですか。もう本当に文句なしにいいから行けっつーのポール、おすすめです。